スモッチーもちもちあ、聞こえよちょっと待って、なんかめちゃめちゃ声が聞こえる。あ、ごめん、配信つけっぱだったわ。あ、僕の声が返ってくると思ったら、カナタの配信から返ってくる自分の声だった。マリンのデカヌちゃんで、うん、なんかルーナさんに勝負挑んだらしいやんけ。ボコボコにされたぞ、デカヌちゃん弱かったわ。いや、指を振るしかないんだわ。出してんじゃねえよ、バトルに。そうなんだよ、やられたよ、こいつ。逆にカナタのウパオ、これ強いの？強いよ。なんとか V みたいなやつさ、もう見れんの、マリン。マリンクリアしてないからよくわかんない。見れねえかーい。実は未クリアなんですね。未クリアかよ。じゃあちょっとポケポータルをオープンしますか。あ、オッケーオッケー。さっきさ、なんかさ、はい、色違いが出たんだけどね。いや見てたよ。嘘ゴーチャってやつでしょ。嘘。なんかその辺でなんか、うん、カナタに呼ばれるかなと思ってウキウキしながら見てたら、カナタがなんか色違いにこだわり始めて衣装借り始めたから。呼んでくれよマリンのこと。もうやばい、ちょっと色違いのことで頭いっぱいでも全部色違いに見えてきてさ、すれよ。待って、やばい、マリンのパスワードこれ割れてるな。ちょっと違うのに変えよう。割れてる。じゃあ入れますと、ちゃんと隠してね。交換を準備できた？オンラインした？ちょっと待って、隠し方、体重隠すみたいなテンションで隠すやん。こうして、こうして私で隠さなきゃ。こうして、よし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 、いけたんじゃないかな。じゃあ交換を始めます。はい、お願いします。壁で隠す、絶対誰が壁やねん。言われてるよ。壁、こっち向いて、向いてるんだら。いいなじゃない、便利だね、めっちゃ。ふざけんな。これで選べばいいな。交換すると、もし他に欲しいのがいるんだったら。いや返せよ、デカヌちゃん。いらねえんだわ。名前が全員微妙な名前つきすぎて。微妙じゃないだろ。かわいい、いい名前でしょうが。ここ柄ファイン。いや、マリンのデカヌちゃんはね、指を振る要因なんでね。返さないとね、ちゃんとね。返していただいて。あー、来た来た、かわいいね。バイバイ、デカヌちゃん。いや、船長ね、うん、色違いの銅、銅、ウパーはね、いらないわ。なんで？なんでかというと、船長、うん、チリちゃんの女だから、チリちゃんは色違い使ってないからさ、銅をさ、うん、普通の色の方がやっぱチリちゃんとお揃いな気分じゃん。チリちゃんさんはさ、なんでそんなさ、うん、そんな人気、うん、めっちゃ人気あるよね。かっこいいじゃん、チリちゃん。まだ出会ってないんだけど、僕、チリちゃんの。出会ってないの？出会ってないの？出会える、みんな。出会ってないんだ。じゃあちょっと楽しみに、チリちゃん。わかった、ちょっとじゃあチリちゃんと喋ったらまた連絡するわ。うん、分かった。感想教えてやって。感想教えるわ。うん、ありがとう。じゃあカナタ頑張れよ。うん、ありがとね。うん、バイバーイ。バイバーイ。みんなチリちゃんに落っこちてるじゃん。確かにイケメンだったけどね。顔は知ってるよ。顔はカナタさんも。マリンありがとう。お忙しい中。ねえ、こいつレアじゃない？あ。ひらひな？レアじゃない、初めて聞いた。逃げられねえ、なんかずっと逃げられない。え、攻撃が下がった。可愛いからってことか。きつそう。え、